吉田サッカー公園は、広島県安芸高田市吉田町にあるサッカー専用グラウンド。主に J リーグサンフレッチェ広島のトップ及びユースの練習場として利用されており、中国サッカーリーグや高校、クラブユース年代以下の公式戦会場としても使用されている。施設は、安芸高田市が所有し、公益財団法人安芸高田市地域振興事業団が指定管理者として運営管理を行っている。安芸高田市民に一般開放されており、使用料を払えばグラウンドやクラブハウス内のトレーニングジムを利用できる。また、三谷の里スポーツクラブとしてサッカーだけではなく、フットサルゲートボールグラウンドゴルフアーチェリーなど、健康づくりや生涯スポーツの場として市民に利用されている。クラブハウスはトレーニングジムや会議場のほか、サンフレッチェ広島のグッズ販売や過去の歴史などを紹介したミュージアムもある。南側には吉田温水プール、北側は花や緑のあふれる自然公園として整備されており、約350台分の駐車場もある。一方で不便な面もある。広島市内からは遠距離で公共交通機関で行こうと思うと非常に行きにくい。JR 芸備線向原駅からバスで行けるが、本数が少ない上に、公園最寄りのバス停からは徒歩15分程度かかる。また、向原駅からはタクシーで15分程度だが、行きは駅前からなので問題はないが、帰りのタクシーを拾うことが困難である。山地付近にあるので冬になると、雪の影響を受けやすく、積雪により、公園自体が閉鎖されることもある。簡易観客席がないため、練習や試合が見づらい。以上の理由から、サンフレッチェは、広島広域公園陸上競技場や、その補助競技場で練習を行うこともある。吉田サッカー公園天然芝ピッチサンフレッチェ広島の前身である、マツダSCは、練習場には、マツダの福利厚生施設を用いていた。この流れは、1992年4月サンフレッチェ広島誕生以降も続き、トップチームは、呉市郷原の松田健歩、グラウンド、サテライトチームは、安芸郡坂の松田大美グランド、機械的なトレーニングやマッサージ等の体の手入れは、南九大衆の松田体育館と、それぞれが離れた位置にあり不便な状況だった。また1993年に発足したサンフレッチェ広島ユースにしても、広島市内での練習場の確保すらままならない状況だった。これと並行してサンフレッチェ広島誕生以降、チーム名を毛利元就の故事3本の矢にちなんで命名されたことから元就ゆかりの地である高田郡吉田町とサンフレッチェとの交流が始まった。その交流の中で1993年9月、吉田町がサッカー公園の整備を行い、サンフレッチェのトップチームの練習拠点とユースチーム育成の拠点を町内に置くことが決められた。1998年11月に吉田サッカー公園が完成し、11月23日に完成式典が行われ、1999年2月からトップチームの練習を開始した。2003年、人工芝の大規模な改善を図り、ロングパイル芝に張り替えを行っている。この整備費用には、同年に移籍した久保達彦や藤本力の移籍金で賄われている。2004年、市町村合併に伴い、高田郡吉田町から安芸高田市へ運営管理が移っている。2005年、隣に吉田温水プールが完成した。2010年、事業費6993万円をかけ、人工芝を張り替えている。ありがとうございます。